アメリカでね、うん、やってるね、うん、喧嘩みたいな格闘技してる。こっち殴ってんの。ビデオも出てるよ。あ、何でもありでね、うん、金的蹴り、うん、あと噛みつき、うん、目つぶし、うん、以外は何でもありやん。何でもあり言うてんの。その3つ以外はええわけ。その3つ以外は何でもありやねん。すごいと思えへん。手はどうなってんの。なんかグロ、やっぱりそれは当然グローブはめてんねん。グローブはめへんよ、素手やで。あ、そう。まあグローブはめるやつもおるよ。どないやねん。相撲対空手とかあんねんで。ほんでごっつい豚と空手や、うん、豚がもうカーンいたらうわじゃあお前ねんて、豚の張り手でガーくんねんけど、その空手のやつがバーン倒して豚パーン蹴られて、はぁパーン最初あんなに勢いあったのにね、なんか泣いてんねん、もうお腹減ったー言うてんねん。痛い痛いあどんどん、うーん、引く引く言うてね。あれはおもろいわ。あ、そうですか。ああ、一回ほんま出ないかんなと思ってね。自分は何のスタイルで出るの。水拳でしょうね。壺みたいなの、水亀みたいな、亀みたいなの持ってますから、もうこっから。でも亀持ってたら攻撃できへん、うん、そうやな。日本でやるとき出えやる。いやいや、ほんまはね、出ないかんな思って。今ハグジュした人は何、芸人の死んでるとこ見たいって鼻から鼻から曲げる気なんや。でもね、やっぱ俺あんな見えて思うけど、いろんな空手とかカンフーとかキックボクシングいろいろあるけど、やっぱ一番強いのはうんこ掘ってくるやつやって。これには勝てんって。それお前、いやもう何段やろ、空手何段やろうが、やっぱうんこ掘られたらどうしようもないもん。いや違うって、それはってやってもうんこつくからね。それはつくん嫌やからどうしようもないねん。そうや、そんなもんほんまにやる気あったらつこうがないしょうがかまへんよ。ベチャーっとついたってつかんだらしまいやん。いやでもお前、嫁はん逃げるで、そんなこと。誰のやん。そいつのうんこまみれで、お前あんたとこのご主人戦ってましたで。じゃあまあ勝ってましたけどって言われても国変えるで。嫁はうんこ掘ってくるんだって1個か2個ぐらいやんけ。違う、そんな山ほど、ほんなら最初からうんこ山ほど用意してガーって来るのか、よろしくって。そうですよ、そう、そうや、麺みたいなもんや。細麺みたいなもんや。そんなもん、そりゃあかんや。そりゃ無理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 。こんな山ほどうんこ集めよう思ったらお前。君ね、はい、そんべん流せよ。なんやの。楽屋で便所行くのかまへん、おい、うん、流せ。なんや、俺が流せへんかったって言うんかい。お、俺がそんべんを流せへんかったって言うんかい。お、何が悪いんじゃ。なんやお前、開き直ってお前、俺にタバコなんか火つけてな。そうじゃ、お前もそれやないか。いや違うわな。待て、じゃ待てやんよ。火つけてな、よう灰皿置いてある。そう、こいつな、消せへんねん。じゃ言うやろ。そうや、お前はいつもそう、しょんべん行ったら流せへんねん。お前な、言うとくけどな、しょんべん流せへんのは誰にも迷惑かかれへんねん。かかるやないかい。何がかかんねん。お前な、俺お前のタバコつけたままどっかふわーっとまたふーっとアホみたいに行くやろ。なんでつけたままあれ、俺何本消してきた思てんねん。お前家でもどうせあんなことしとんねやろ。そのうちな、家燃えてチリチリパーマになるわ。それドリフみたいに言うなお前。え、いやほんま流そうや、結構悪いわ。ちゃんと意味があって流さへんのじゃ。こけほう、どういう意味あんねん、正面流せ。また俺はそこに戻るで。やかましい。テリトリー流せからでも戻れるじゃないか。ああ流
かましやボケ。うんこは流すくせにしょんべんは流せへんよな。お前うんこ流せへんやん。いや流せへんやない、流れへんかったやな。そんなことあれへんやん。でっかいうんこしやがって。見たんかお前俺がでっかいうんこしたん。でっかい。待てこれ言い過ぎや。これは言い過ぎやろ。なんて夢のでかいやつかなと思ったの。夢関係ないよ。あ、それはまあ関係ないけど、それはどうでもいいんですよ。もうちょっとほんま俺もちょっと聞いて、もう腹立ってまんねん。な、だ、誰かに。あのな、うん、箱根の彫刻のね、ね、この話もうみんなほんま聞いて、そしてもうカットせんと流して全部。もう俺はもうここで喋るから。何やの。え、いやいやいやな、俺が彫刻の森の美術館夜に女の子と二人で、行ってたという話があったわけです。はい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 、ね、はいはいはい、俺は知らんって言ってんの。行ってないって言ってるんですよ。しかも記事を読ませていただいたらですよ、帽子もかぶらずサングラスもかけずもうすっぴんで寄り添うように歩いてた。わしは大スターじゃん、こら。大スターは言い過ぎた、大スターは言い過ぎたけども、そんなことできるか。何とも言われへん。君のその時の精神状態は分からへんから。いろんな顔を持ってるからね。その時はたまたまそういう状況やったんかな。ほいで、じゃあ俺がやっぱ腹立つのはずっと。じゃあ俺何回言うたら、今まで何回かそういう目に遭うてるけど、写真がないもん。写真なんかないよ。焦ってるやろ。写真なんかないねん。あ、見たやろ、俺も一瞬そうかと思ったんや。彫刻の森にアベックが二人歩いてんねん。俺も見た時と思ったんや。もうなんでドキドキしてんの。ドキドキはせえへんけど、なんやこの写真と思ったら、全然関係ないアベックの写真がこっつい遠巻きに歩いてる写真、もうあんな見たら俺みたいやん。なるほどね。そんな写真ないんやって。ほな別に言わんでもええやん。いやだから何やねんやろ、いつ撮られたんやろって感じか。腹の底で怒ってまんねん。それはわかるけど、出さんといてや、気分悪いから。もう腹立ってしゃあないわ。もうそういうのどっかの誰かみたいに写真撮られたら俺も逃げも隠れもせえへんって。だからほんまにないのに、そんなことされたって。本人に確認取ってきて、本人知らん言うてんのに、もう記事にしてやね、もう何結婚間近みたいな書き方してやがる。わしは来週コンパあるっちゅうんや。別に結婚間近とコンパ関係あれへん。結婚間近でもコンパ。そんなこと言われたらコンパでちょっとモテへん。ちょっとお前やらしいことだよ。ちょっと食いつき悪い。そんなあったら、あ、そうか、ちょっと噂あったらもうそれでお前にしたらもう書かれんのちゃうかって。どうでございます。お前なんてケツの穴のちっちゃい男なんや。ほいで、ほいでやねん。ほんで俺出ますよって、もう知らんって言うてんのに出しますって言うから、もうなんか勝手にしてくれ、出さんとけって言うたって出すんやし。取らすいいっすわ。取らすほんで当日ね、俺マンション出てきた。マンションの前にどっかの一曲だけ来てたんや。ただ俺何やのその日、なんか金曜日の夜らしいねんけど、その日俺アリバイがないねん。聞いたら、その後日談として聞いたらやな、その相手はやな、7時過ぎぐらいまでその日銀座でテレビの仕事してるんですよ。何やねん。夜の7時過ぎに銀座で。お前その必死になったら余計なんか、なんか必死で隠そうとしてるような気してしゃあないわ。もうさらっと行こう、さらっと。夜の7時に。いやいやいや、それ極端すぎるやん。夜の7時に銀座で仕事してる人間と落ち合ってですよ、箱根行ったら何時なんねん。いや、ピカソも寝てるっちゅう。いやでしょ。いや、まあまあそうやけどやな。
で向こうにはアリバイがあったわけ。ね、もうだからもうこれでもう俺も結構言いたいこといっぱいあったから、うん、どうせまた明日の朝、うん、マンション降りたら何個か来とるやろうから、うん、そこで俺も言うたろう思って、うん、にっばーって出ていったら誰もおれへん軍手落ちてたわ誰もおれへん釈明もできへん結婚では秒読み間近や来来週コンパやっていや軍手よかった軍手いいなぁ腹立った軍手だけは落ちてたんやほんま腹立ったそうかそれはかわいそうやほいね俺は見てへんねんで人から聞いてんけどどっかのワイドショーがそれをやってて、うん、ほんでいやこれは多分違いますねって言うてくれたレポーターがおったいうこと言うからなんで違うかって理由があのまっちゃんがそんなロマンチックなところに行くわけがないですよなんやねんその理由なんじゃえその会見は会見じゃえんエロさんの喋りやろわしめちゃめちゃロマンチックやよロマンスティックやもうええわ何やスティック何やロマンスティックえ星に乗りたいと思ってるのに死ねえはよ早う死んでほしいな相方に早う死ねえその話はワイドショーちょっと痩せたんやその話は終わってた話かも分からへんそれをまだここで蒸し返せるかも分からへん確かにそれも言えんねんそやろ終わってるんかも分からん終わってるかも分からんけどなでもそれはもう結婚秒読み前いう終わり方されてんねやせえへんっちゅうねんわしなんで金ないがなそんな金もないし結婚には金がいんねやで君相手もまずおらんがなわしは何かこういう話したら何かこいつらって何か静かに人の話するなんかいやもうちょっとマジ入ってるちょっとマジ入ってるよな怖いわ何言うねん爆弾発言あるんちゃうかもしかしてここであでも俺結婚するんやったらガキで言うたってもええでいやそれは別にいいんですよねガキで言うて最後マイク置いて帰るからいやなんでなぜ田舎の学校ほど自転車で通学するときヘルメットをかぶるのですかいやあれだから岩を追ってきたりするからでしょそっかお前はなんでやなんでなんか崖ぶち走ってるやつおるやんお前な岩を追ってくるようなとこに通学路があってなヘルメットかぶって助かるかそれは真実ですよ その答えはもう正しいそれはお前この辺ヤクザ多いからちょっとグラサンかけて歩こうみたいな全然やかん日の持ちようじゃないですかなんか追ってきた時まあメットかぶっときゃっていうなんかそんなことあれへんねんでああまず岩なんか追ってきてそんなもんそりゃ死んでまいますよでも吸うよりなんかかぶっときゃみたいなのあるじゃないですか気の問題ですよえでも都会はなんでかぶれへんねんやろでだから別にそれ歩いてて岩追ってくることないでしょ都会もいろいろ追ってきますよそれはやっぱり工事現場の下とかですよいやまあまあそれはねそれ知ってるやつは上からハンマー落ちてきて当たったことあるんですよ高校の時のそれ死ねへんかった死ねへんかった素で金づちガーン落ちたんやうんほんでどうなるのいや全然平気やそれはないわ倒れたやろとりあえず倒れへんねんってそれはないわじゃあほんまやねんって俺こうやってずれと喋ってたんそいつとわーってなんかの話してたんですよ。女上から甘いって言って金槌ガーンって言ったの。でも金槌といえばな。嘘つけよ。瞬時にそれ見て金槌といえば。金槌で思い出したけどお前あれやで。どんな話だ。金槌の話ってどんな話？いやもう泳がれへんやつおってなんやかんや。あそっち持っていたよ。そういう話に話膨らんでやね。嘘つけほんまやっちゅうねんいやそう、うん、あ岩が追ってくるから岩というまあほら獣出てきたりするじゃないですか獣出てき
上着でメットをかぶってたら何やねん、獣が、あ、メットや思って、うわそれも気の持ちようや言ってるから、 もしかして頭かぶりつかれた時にっていうことを考えたらかぶっときゃ大丈夫やろっていう気の持ちようや言ってるから、なんでお前獣がメット見て逃げないかね、それはないがな、メットに武器になるかも分からへんがな、メットではまあせめて天ぷらにするぐらいしかできないあれも大したもんね、気の持ちようですよ、だからなんで違うんですか、何が違うんですか、まあまあいいですわ、いや言えやもうね、ほんまにね全然いいハガキなかったんですよ、あ、そうですか、ごめんね、今日はもう終わってきますか、いやほんまにないんですよ、もう一枚、いやもうどうでも、はい、シュリン、はい、なぜ田舎の学校ほど自転車ヘルメットかぶる、いやそれはね岩とか追ってくる場合あるから危ないじゃないですか。お前岩ってお前。なんぼお前岩追ってくるなんてことでもお前ヘルメット追ってきた、ヘルメット追ってけえへんけども。岩追ってきたってお前ヘルメットでは助からんやろ。だから気の持ちようじゃないですか。そんなもんお前この辺ヤクザ多いから言うてサングラスかけて歩いてるのと一緒やんけ。何言うてんねん、他お前獣出てくるかも分からへんがな。獣はほんなんや、うわあ、めっちゃや思て、うわあ。気の持ちようですよ。何？もう一枚。シュリン。なぜ田舎の学校をヘルメットをかぶるのですか。よく表彰式で MVP と言いますが、 MVP とは何の略なんでしょうか。ああそうやな、全然知らんのようやったなっ、それ意味なく MVP とは言いませんからね、それは確かにそうだ、例えばチャック YKK って言うたってちゃんと意味があって YKK、 いやちょっと待って、チャック YKK、 いらんこと言うてもうた、 YKK っていうのは意味があるわけや、チャックに、いやそれ教えといてや、はいはい、いいですよ別に聞きたいの、それはプリーズ、いやでもこれハガキとは今関係ないこと、いや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 、 YKK どういう意味があるんですか、我々のうん、キット我々のキットって何やねん、我々はあ、若いな、我々は、あ、はいはい、我々は、はい、キット、あ、きっと、きっと、必ず、必ずね、うん、はいはいはい、きっと、必ず、はいはいはい、っていうことですよね、いや、確かに思ってんねんけどいや、ちゃんと思ってんねんけどもやな、そうでしょああ、そういうことなんですか、いや、まあ、それはいいですよ、うん、MVP 教えてくださいよ、 MVP 聞きたい、いや、そらもうめちゃくちゃ聞きたい、一応君はどう思うんだ、いやだから俺一番最初に知らんみたいな、教えてくださいよ MVP、 はい、みんながいいですね、 MVP、 M がもうみんなが、みんなが、うん、 V、 びっくりするぐらいおお、いいですよ、うん、P、 ん、 P、ね、もっぺん復唱してみようよ考えとくよみんながね、全ての人が、全ての人がみんながね、うん、V、うん、びっくりするぐらい、びっくりするぐらい、うん、P、 P、プールに行こう違うね、俺そんな言い方じゃねえ、森のクマさんで、なぜクマさんはお嬢さんにお逃げなさいと言ったんですか、お逃げなさいと言ってすぐ後にイヤリングを拾ってお嬢さんを追いかけるんですが、なぜクマさんはお嬢さんに会った途端お逃げなさいと言ったんでしょう、あのね、お嬢さんお逃げなさいとか知ってるんですけど、その前に何かがあるはずですよ、じゃないとお逃げなさいって言わないでしょ、ある日森の中クマさんに出会ったでしょ、花咲く森の道クマさんに出会った、これはいいんですよ、はいはいはい、
熊さんの言うことに。お嬢さんを逃げなさい。やっぱおかしい。いや違う。それが2番かどうか言うもんね。それが3番かも分かれへんやん。間になんかなかったらお逃げなさいって言えへんやろ。いやでもそれは違うやろ。2番からいきなりある日森の中はないやろ。違う違う、それが1番でお逃げなさいが3番やったとしたら2番になんかがあるはずや。え、それは何、こっちゃになってるってことなんか。何がこっちゃになってるねん。え、何何何、2番が合ってて、うん、君誰や。いや僕はこれ本当にボケでもギャグでも何でもなく、子供の時はクマさんはクマなわけですよ、うん、でちょっと人間の心持ってるけど所詮クマなんですよ、うん、だから早く逃げな、俺食ってまうで、俺お前を食べてしまうかもしれんから。そんなでも深い歌かな。ある日森の中クマさんに出会ったでしょ、うん、花咲く森の道クマさんに出会った、ここまで追うてんねんな。ほいで、え、ところがクマさんは後からついてくるんだ。それはイヤリを持っていくってこと。クマさんの言うことにはお嬢さんお逃げなさい。スタコラサッサッサ。スタコラサッサッサ。このスタコラサッサッサのさは誰がスタコラサッサ。それは多分お嬢さんでしょ。お嬢さんや言ってんのにスタコラサッサっていう逃げ方さすいうのもちょっとおかしいけどな。お嬢さんお待ちなさい。何と落とし物、白い貝殻の小さなイヤリング、あらクマさんありがとう、お礼に歌いましょう。自意識過剰だよこの女な。お礼に歌いましょうってお前の歌なんぼのもんや。あのね、この手の歌はね全部おかしいんですよ。なんかつじつまえんな。どんぐりコロコロもおかしいでしょ。どんぐりコロコロ、どんぐりこう池にはまってさ、大変大変なんですよ。なのに土壌が出てきてこんにちは大変や言うてんの。助けたれ。おかしいでしょ。あとあのドレミの歌もなんかねちょっとおかしいのあったんですよね。ドーはドーナツの例はレモンの例、ミ、うん、はみんなのミ、ファはファイトでファ、ソは青い空、ファソは青い空って、あーやん。違うね、2番かなんかおかしい、ね、どんな時にも列を組んでみんな楽しくファイトを持って空を仰いでラララララ。ムーミンパパはなぜ服を着ないでシルクハットをかぶっているんですか。え、でもみんな服着てないんちゃうんですか。着てます。あのノンノンのお兄さんは着てますね。いや着てない。いや、なんでもともとあいつら別に何も着んでもええんですよ。っていうかね、もう簡単な話なんです、あのシルクハットかぶらんとね、ムーミンと区別がつかないの。あと これ持っとかな。っていうかね、昔お父さんもシルクハットかぶってなかったんですよ、なんかお母さんがよームーミンと親父と間違うって言うの。ムーミンよう求められたりしたもん。なんでね、わかるやん。お嬢さん、まだ子やで。お嬢さん、ぼちぼちこんばんって言われた。僕ムーミンだよ。あのね、もうね、今年 の, たあの去年の暮れかな、今年の頭かな、うん、松本はこれからもう2倍返しの松本で行く。なんか言うてたこともあった、ね、今までの全て倍、うん、3倍。え、3倍3倍3倍でいきますよ。だから鼻毛もそんな出てるんだ。鼻毛出てますか。はい、そうです、はい、うん、だからはい、納得です。いや、今の俺が、いや、そこがまた違うんですよ。今は鼻毛出てるわけです。わかりますか。出てる、僕言いましたね。昔の俺はもっと弱かった、うん、鼻毛に出られてたんです。あ、なるほど、鼻毛の一種としてやられてた。鼻毛に飲まれてたんです。今まで、ほう、これからはもう違う。それは何、出してるわけ。出してるんです。こんな自分の意思になってるわけ。ゲップすんな、喋ってる時に。自分のコップ振ってくかって。コポ言うとるやん。ごめん、
前に東京は出前が遅いという話をかなり前にした記憶があるんです。うん、なるほどね、ありましたね。もうほんまに遅いとこを俺見つけたのよ。遅いびっくりすんで。いや、まあ前のとこと一緒のとこやねんけどね、ほんまにひどいねん。ああそう。あのね、前の話を一回振り返らせていただきますとね、うんうんうん、前はね、僕電話して、うん、天丼かなんか頼んだよ、うん、1時間待っても来えへんかった、はいはいはい、ほんで電話して、うん、ね、うん、普通こんなん来えへんかって電話したら、あ、もう今出ましたからとか、うん、嘘でも言うじゃないですか。言いますね。僕謝ってくれると思って電話したんです、うん、もう1時間待ってんねんけど、うん、今あげてますよまだ出てもせんかった。まだ出てもせん。まだ上げてたんだ。親父まだ今上げてたんや。それでこのボケー言うて切れた記憶があった。はいはいはい。ほいでその時はそれで我慢して、まあ、あれからね、かれこれ2年ぐらい経ちました、うん、それから一回も頼めんかった。頼めんかった。昨日電話したんです、うんうん、これ忘れもせん。11時、45分。どっちの昼の11時45分、うん、ほんでちょうど15分ぐらいで来て、うん、まあ真っ昼魔王でも見ながら食べようかなと思ってね、見た、見ながら思ってたの、うん、12時半、12時半なっても来ない、うん、おこれどうです皆さん前の奥さんどうですか。誰やろ奥さんに。どう見てもお姉ちゃん45分。ちょっとおかしいやろまあでも昼時やからっていうのは一瞬考えたった。いやまあまあ言うても昼時やと、店も忙しいやろ、出前も多いやろと、あまあそれ考慮して45分はまあまあ我慢しよう。違うね、俺が腹立つのは出前を後回しにしてないかっていう問題なんですよ。普通食いに行って45分テーブルで待たされることなんかないでしょ。まあまあまあ、ね、ということはやつらは、うん、出前を後回しにしていった結果が45分なんです。まあそれもあるかもわからんけどね。45分前、うん、どうしたのかしら、うん、真っ昼間は終わりかけや君にしたら見ながら食いたかった。見ながら食いたかった。それはもうただ今見たままや。そう、それでもう10分待ちました、うん、もういかんと、うん、めちゃめちゃ腹減ってますよ。そりゃそうや、もうめちゃめちゃですよ、うん、ブーブー、もう警報鳴ってる。警報鳴ってますよ、うん、これはいかんと、うん、なんかつ入れたらないかんと、また入れるか電話して、もう言うても前の俺とは違うよ、うん、もう大人やから、うん、それはそんな怒鳴れへん、怒鳴れへんから、うん、ちょっとすんません、うん、すんません、うん、ほんまに1時間経ってますわ。どうなんですか、うん、さっきの天丼の松本ですけれども、うん、はいはいはい、そりゃそうや、それ言うとかな、どうなんですか、うん、これ僕もう1時間近く待ってます、はいはいはい、ね、うん、で僕も出なあかんのです、うん、仕事で、仕事やと10分以内に来てくださいって言うたの、うん、ほんならおばんが、あーちょっと待ってくださいね、でおっさんになんか変わって、うん、はい、お電話変わりました、うん、あと10分後来てくれますか、無理だね嘘嘘それはね、それは言う渋谷区に嘘がこだましましたよ。出てるよなんか。おかしいやろ。断られたんやで俺。それあほな昨日の場合はもう食えずじまいなの。食えずだって無理だね言われたやから。江戸っ子でさ向こうは無理だね。ちゃうとこ頼めよもうこんなことが許されていいのかね。でもだから東京ってでもそういうとこやって、俺が前にも言った寿司屋もそうやって、結局家分からへんって店帰っとんねやから、家帰ってきてたんね店に、はいはいとか、それおかしいやろ、いや、ね、家分かれへんかったからって、何よお前とこ店燃やしたのかみたいな、そりゃ寿司屋生もんやから燃やされたらかなんもんその辺考えとるわけや。でもね君がフォローに回るのいやでもね、うん、ほんまにそうやねんって。だってね、俺この間でもちょっと近所で食うたら結構うまかった、うん、すいませんメニュー出前もこれからお近づき、うんまあそういう意味でね、ね、うん、これが一つよろしく、うんうん、まあいや握手してる握手の手を出してる状態ですよ。メニューっていうことはねないです、パーンと弾かれた
今切らしてまんねんと言うても俺ですよ。いや誰じゃあちょっと待って、いやほんまだから一回俺この番組の企画でやったろかな思ってね、日本一何分で来るとか日本一あの出前の遅い店でそこほんまちょっとスポット当てたろよほんま私今ね、うん、まあ僕いろいろな研究するんですけど、はいはいはい、何でしょうかね、遺伝子工学。ほう、俺はまた難しいこと言うね。例えば、うん、兄弟、うん、女兄弟、うん、ね、うん、お姉ちゃんと妹っていうものがいた場合、うん、これはもう必ずと言っていいほど姉ちゃんの方が可愛いですね。いやでもそれ逆のパターンもあるやろ。ないこれは間違いないです。そうかな。ところがこれ不思議なことに男兄弟2人は、うん、兄ちゃんの方がブサイクなんですね。それは何、自分のことを言いたいの。いやいやいや、なんか自分やらしなったな。違う違う、いやでもほんまそうやって。もうええ顔の話はもうええ顔の話やねん。こんなもん挨拶代わりのちょっとしたジャブやから。そうなの。不良真面目な話しようか。例えば姉ちゃんがめちゃめちゃ不良やった時に、はいはい、次のやつはめちゃめちゃ真面目になります。それお前とこの家やん。それたた違うねん。お前とこの家計を考えた場合やないか。お前とこの姉ちゃんがって不良で兄ちゃん真面目やん言うのや。一緒やんそれ。違うねんってもうお前はアホやな。なんでやねんな。皆さん頭の中でちょっと 身内の人間ちょっと考えてみてください。それは当てはまれへんわ。そんなもん当てはまります。そんなことない。俺はお前とこ知ってるから言い切れるやんけ。そんな違うっていうのはお前とこだけやっていうのは。しやけどなお前。いや何そうだよこのまま混んでもええけど。お菓子、お菓子にも同じことが言う。お菓子ハッピーターン一個めちゃめちゃ塩効いてるやつ。変わりますね。どうなんやこれは。はいはい、もうええ感じに塩加減。そう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 、もう一つ食うたら大したことないと、うん、それなんです。まさにそれなんです。結局ここへたどり着いたんだね。それは最初にお前が言った遺伝っていうことには全然関係ないけどな。いやんバネたん。どうして太陽を見るとくしゃみが出るのですか。えこれね僕知らない。違うくしゃみ出そうなったら太陽見るやん。らしいわ。ライト見るで。ライトらしいな。え見ないの。見えよ。どうやってくしゃみするの。出そうになったら自然に任すの。自然に任してるよ。あそうなの、ね、せえへんのやったら何でか分かれへんわな。いや分かりますよそれ。分かりはんねや。そうもう分かります。せえへんけどこのハガキを見てあそうなんっていうことを分かった時点で、うん、あこれはこうなるからこうなんねんなっていうのは分かる。ちょっと聞かせてくれる。太陽見るでしょ、うん、太陽っていうのはすごく熱いですよ、うん、熱そうやなと思うわけですよ。あもうその時点で違うような気するな。あの熱い太陽に比べたら俺なんて寒いなイエッキデッドボールになった時よく乱闘になります。プロ野球の試合、おボールを当てられたバッターが走ってくる間にピッチャーはなぜ逃げないのですか。いやなんかかっこ悪いやん、走ってきたからって逃げるっちゅうのも。お前野球のこと結構好きっぽいし、野球みたいなこと言うてるけど好きっぽい。あんまり野球のルール知らんね。なんでですか。今ので分かった。あ、今知りません、うん、ルールなんかあるんですか。 ああいう時にありますよ。あれバー走ってきてなんで逃げへんかっていうのは、あれを走ってきた黒人とかあんな走ってきますよね、うん、あれを取ったら完全にアウトなんです。球じゃないねんね。本人掴んだら、本人掴んだらもうチェンジですよ。これは見たことないな。オールチェンジ。それ意味が分からない。チェンジまでは分かったけど、オールチェンジってなったらまだこれ意味が違ってくるから。もう
よ全部がチェンジなんですよ、うん、だから全部がチェンジって どこまでがそうなのか意味が分かる。そいつの人生全てがチェンジなんです。それは言い過ぎや。でもお前ベンチから走って止めてるじゃないですか。そうだからオールチェンジになったら困るから。でも間違いなく一回表でも終わってまんねんで、もあれ掴まれたら。なるほど、オールチェンジ。それは誰が言うの。主審よ主審。もうぐる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 オールチェンジ言われたらもう終わりですから、もう国帰らないといけない。オールチェンジって国帰ることなの。でもほんだらガー言ってる時は主審はある程度準備してるわけ。もちろんもちろんもちろん。あーって、あーもうこれは久しぶりのオールチェンジだなと思うんですよ。主審もほんだら見とかなあかんね、ああいう時は。そしたらこう、そう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 ね。あ、これはすごいことになりますから。過去ないんですよ。過去ないです。あ、一回だけほんまかい。太平洋全然違う。太平洋ってパリーグですよ。太平洋太平洋太平洋って今ないでしょ。今の西部ですよ。今の西部なんですよこれが。あ、太平洋が一回オール今の太平洋が一回オールチェンジになってしまって、でどうしよういうことになって、で西部になったんです。太平洋クラブライオンズって名前。クラブライオンズ、そう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 。その前はクラウンライターライオンズ。そう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 。2回やってんねん。その前は西鉄ライオンズ。ああ3回よ。オールチェンジやってるの。西武は3回やってるんですか、はい、ね、今のもう無理ですよ今度やったら。え、なんで返す気持ち。西武の名前は使えないですから絶対。ああそうか、そういう意味ね。もう東波と別に構えるわ。西武やろうが東波とやろうが。東波とオールレイオンズ。男は、まあ女はともかく男は中身ですよ。どういうことやん、中身を鍛える。例えばそうですね、やっぱり暇な時とかアウトドアでそのなんていうかな。だからお前はずっと家の中おるやんけ。いやいやいや、僕はもう今何回言ったらもう外へ外へ行ってますから。行ってないよ。いやいやいや、そんなテント張るようなことせえへんよ。あ、小学校から俺のことを知ってると思ってるか知らんけど、お前は俺のことを知ってるようで俺のこと何も知らんわけ。いや知りたないって。いやいや、ほんまお前は俺の電話番号もごっつ教えてほしい。いや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 、絶対いらん。絶対いらん。いやいや、声きたい聞きたいと思ってるはず。いや、なんで。そんなのはもう分かっとんねん。お前とこ俺は家厳しいから教えねん。お前とこの実家の電話番号帽子飛ぶほど取ってた。お前とこの実家の電話番号は知ってるよ。いや、そりゃそうや、当然小学校折れてんねん。ねえ、電話番号知ってたら折れてんの。お前な、もうそんなな。いや、みんな、ちょっと待って、もう照れんでええから。なんでやねん。あのな、ぶっちゃけた話。待って、ちょっと待って、ぶっちゃけた話。ちょっと待ってて。ないいや、ほんまやねん。いやいやいや、いや、ぶっちゃけた話。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってて。いや、違う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 、聞いて聞いて。何やねん、ごっつ知りたいんやん。えっ。いやいや、ほんまよ。違う、コンビとかグループってね、ほんま知らんのよ。そう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 。いや、マジマジ。普通はそうなんですよ、うん、ただ彼は。いや、違うやろ。普通はってごっつ知りたがるから。知りたがってないやないかい。いやいや、そうなんかあるんですよ、やっぱり。いやいや、ただ僕はほんま家厳しいし。そんなお前には教えられへんから。いやいやいや、それはもうでけへんから。いや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 、俺、あ、もしあれなら全然全然全然ベルでよかったら。いやいやいや、なんで俺がいちいちお前のベル鳴らして引っかかってくんの待たなあかんの。今のほんまのこと言っとった方がもうこれで二度と聞かれへんかも分からへん。もう俺を捕まえられへんかも。いいいいいい、そんなっていうかね、気ぃつかんといて。あ、そう、うん、どこ住んではんの今。ほらな、知らんもん、どこ住んではんの。そう言いながらちょっとずつ聞いた。違うがな。いやもうそれ証明したいからどこ住んではんの。いやもうそれはもう今それは言われへん。いやいや、まあええよ。それただ頭は3っ
ていうことだけは。今じゃドキッとしたやろ。さんや。早口で言おうか。さんって聞いただけで別にね、ドキッとする。いや、お前だから俺のこと知ってるようで何も知らんって言う話です。ああ、最初はね。最近こっち料理に凝ってんの知ってる？あ、そうなんや。もうこれはもうすごいんですよ。ひとしのわんぱくカレー。それ何、もうすっごい走り回って作ってんの？お前はアホ王か。入ってるもんが、具が。何が入ってんの？あ、もうすごいですよ。いやいや、ええから何が入ってんの？まずね、まずバンドエイド。ああ、バンドエイド。なマキロン。マキロン、うん、ビー玉とかね。ビー玉。まあまあ、ばっかり。最近何かありましたかね。この間あの車のクラクションずっと鳴りっぱなしでね、止まれへんようになって思って。え、嘘やん。これなんか待ってくれてるからさ、ありがとうって意味でプッと鳴らして行くじゃないですか。待ってくれてて、プッブワーずーっと鳴ってんの。嘘。普通あれやで、お前が、あの車っていうのはね、人間と同じ考え方なんですよ。例えばワイパーっていうのはあれは何かっていうと手なんですね。あ、これで払うっていうことですか？そうそうそう、涙が出た時にこう手でこうするでしょ。あれがワイパーなんですね。で、パッシングってあるでしょ、前のやつがとろかったりした時にこうやったらライトがこう、これはあーってことなんですよ。で、こう譲ってくれた時にプッて鳴らすのはどうもっていう、どうもプッなんですよ。まあそれはわかりますよ。あなたがやったのはどうもこの度はありがとうございます、私はですね、ずーっと喋ってる、ずーっと。いやいや、この度は本当にどうも。顔見知りの方から。あ、そうですか、はい。ペンネーム笑いの4番打者山崎芳生さんからいただきます。松本さんにお願いがあります。この詩に曲をつけてください。いいですか？題名クリスタルな夜。これ詩つけてください。挨拶から始まった一人よがりの恋だけど、一人でゲームをする気はないの、もっと恋でよ、あ、恋でよか、もっと恋でよ、早くスピード。まあまあまあ、私はかなりいろんな曲書いてきましたよ。あ、曲っていうか、まあ、うん、そう。あ、そうなんですか。作曲はいろいろしましたよ、僕。うん、何ぼでもいい。だから僕がやることは、まあ、ピアノ今日ないんであれなんですけど。いつもどうやって作ってんの？あのね、何を言うとんの？何真剣に、あのねって。まずあなたから。いや、あなたこういう才能ない。ないですよ。まあまあまあ、素人がどの程度のもんかっていう。ラブソングやからな、もうこの時点でもう違うから。いや、僕は演歌系統ですね。あ、いいですよ。あ、どうぞ。挨拶からちゃうな。挨拶から。あ、ちょっとあの渋垣隊っぽいね。オッケーオッケーオッケー。渋垣隊の新しいね。あ、いましょう。あい挨拶から始まった。変えとるかな。ね、誰が、あいや。どういう感じ、バラード。いや、どんな感じにしてほしいんですか？だからシャンソンで言ってください。シャンソンね、はい。あ、シャンソン、はい。あ、渋いとこつきますね。 あ、 ありがとうございます。あ、シャンソンね、はい。何を言うてんの。詩がわからない。まあ、カッコはええわ。おい、殺すぞ、お前。おい。死にたいか、お前。ほんなもう普通に、あの、ちょっと、バラード調に。はい。
挨拶が、あ、ちゃうな、挨拶から始まった。お前さ、ドラゴンボールやねん。パクリンなし、パクリンは。マジでいきますよ。はい。挨拶から。それ私鉄遠征。ちょっとお前司会ちゃんとやって、クリスタルな夜の。名前は、神園四郎。誰やねん、誰やねん。もう四郎いう段階で歌手ちゃうわ。神園四郎四男。前にはかなり大ヒット曲2曲ぐらい飛ばしてますから。あ、すごい人なんや。そうそうそう。メギツネの女知らんわ。もう何やメギツネの女。これがすんごい売れたんですよ。ああ、ミリオンセラーになって。メギツネの女っていうタイトルがあって、副題がそのヘイメロっていう。わけわかんないよ。助けてさあ、それで皆さんお待たせいたしました。さあ、前回のアルバムはまさに大ヒット。まさかこんな大ヒットが生まれるのかというぐらいの大ヒット、ミリオンセラーでございましたんですけども、期待される2曲目、優先放送の長いわ。大ヒット、合わせよ。優先放送ではもうどんどんかかっております、この曲。早速今日テレビ初出演、神園四郎さん、クリスタルの夜、お願いしますよ。どうぞ。ルンバ。ルンバイ。ルンバ。これな、ほら、うちマネージャー何人かいますけど、うん、月村っているじゃないですか。うん、ちょっと頭おかしいんですけど。英語は喋れんねんけどね。月村ってほんま頭おかしいんですよ。いや、ここだけの話、ほんまおかしいんですよ。うん、でたまにね、一人で怒ってる時があるんですよ。うん、自分に。ブツブツ言ってんの。ブツブツ言うねん。うん、誰もまあそんなんあるやんか。まあまあね、なんであそこでもっと怒りになったんかな。うん、ああ、まあ、俺もまだまだ未熟やなっていうことって、うん、まあ誰でもあるんですけど、まあ、いいですか。あいつ生実家英語は喋れるから、うん、英語で言うてる時があるんですよ。おお、それビーチュー。お前で。かっこええな。めちゃめちゃ怖いで。でも。かっこええやん。それでこの間なんか番組終わって打ち合わせ兼ねておでん屋がどこ行ったんですよ。ほんでそのおでん屋行ったらなんか車が止まってたんです。うん、で、ようさん前止まったから、おいら車止められへんかったんですよ。はいはいはい、で、出て行こうとしてたらちょうどカップルがおったから、ほっときゃええのに、早く行けよって言うたんですよ。ほんならそのカップルの男の方が降りてきて、怒って。どういうことやねん。な、お前にそんなこと、これも当然ですよ。まあまあそうや。ガー文句言うて、ずーっと。ほんならもう今度月村は文句言われたら弱いタイプですから、すいません。謝ったの。すいませんって言うてから、ね、その後に岡本が来て、まあチーフですから、はい、だからどないしたんやどないしたんや、うん、いう話になって、うん、このアベックの男が一向に引こうとしない。なるほど。僕はもう図に乗ってガー言うわけですよ。うん、岡本はね、うん、なんとかせなあかんと、うん、この状況、うん、どうしたと思う。うん、岡本も痛いからな。岡本も痛いから。俺それ見てたよ、こうやって。いやいや、堂々と見たよ。このお話はどういう結末を迎えんやろ。なんやこらーって岡本が急に切れ出したんや。その男の方に殴ろう思ったんや。月村バーン。うわーって、すいませんすいませんって。でもうそのアベクの男も、いやいやもういいよって。いや、岡本うまいな。あ、そう。逆に自分とこのやつガー殴ったら、もうええわ、もうやれやって言えへん。それも全部あいつの計算なんかなんか。あの泣きぼくろやってくれたな。あ、そう。もういいから、もういいからってなって、今そのまま事なきを得た。原因は月村やけどね。昨日も CX 俺とスタジオ全部終わって、廊下バーッとフジテレビ歩いてたら、両サイドほらちょっと飛び出てるんですけど、バーッと行ってたらガーンって言うから、
いかもなや思ったら、うん、普通に歩いててそんなパネルに当たるとか、こんなんやん薄さガーン当たってうー言うてるからもう俺知らん顔してきたんやもん。ほんだ前方で岡本待ってて、岡本フンって言うてる。あいつらおかしいさあ帰りましょうか。なんで月村の話たっぷり聞けたやん。別に客は月村の話月村どんなやつか別にどうでもええねんけど何ん何君は何君は何やねん。いや君は何。僕はダウンタウン。ああ君は。いや僕もダウンタウン。あれ見たことないあ、ちょこちょこ見てるそうやろ。ああそうですね、結構テレビ出てんねんけど。 あテレビ出てる。出てる出てる。いや今日もいい格好してますね。いや君のネクタイには負けます、うん、それちょっとなんかワイルドさ出してるわけ。こうちょっとこう緩めてこうポケットこういう感じ、ちょっと武将ひげで。ワイルドさを出そうと思って出るもんじゃないですよ。それは内面的から自然に出てくるもんですから。うわあそうなんや、うん、最近ちょっとピチってるズボンは気に入ってんねん。昔はなんか、うん、なんか窮屈や窮屈や言ってたのに、最近結構文句言わんと履いてるね。いやっていうか今これがファッションやから。あそれをいち早く取り入れてるわけ。もちろんや、やっぱおしゃれにはな、うん、あそうなんや、まあ、こんなこと言うといたらハガキ行きましょうかね。はい、ハガキ出してください。松本さんはよく浜田さんの脇が臭い臭いって言ってる。なんでやねんよく言うてるかそんなもん。一体どんな匂いがするのか教えてください。これ多分浜田君のファンやと思うんだけど。ちょっと待って、はい、俺脇がちゃうで。っていうか脇が程度のもんではない。脇臭いのに脇が異常のもんなんかないやろがい。まあまあ皆さんちょっとそうですね、目を一回閉じて自分が思い当たる一番臭いものを頭に思い浮かべてください。いいですか、浮かべましたか。浮かべましたね。それの45倍と思ってた。絶対そういう思ってた。絶対倍でくるやろ。それが浜田の脇です。どうぞよろしく。いや違うわ。俺の脇に代わりに挨拶されてる。よく臭いって言ってますけどって、こいつ勝手に言ってるだけやんけ。ここでお前が俺の脇臭いなんか言うたことあるか。いやありますよそれは。さあばっかりやな相方にそんなこと言われたら。私ね脳の一部分に常にこいつ脇臭いなって。いやお前ちゃんと言うてよ。ちょっと待てよ、脇上げたらこの顔ないやん。でもあんまオーバーアクションすなっちゅうねん。いやそれは言うてやめよ。横へやっただけやんけ。そっちまで行くんかよお前。そもうダメですよほんまに。もうお前ええかげんなんだからや。まあこれもまた同じような浜田を傷つけるあれ。今度ね、今度どこが臭いね。息が臭い人に。傷つけずに教えてあげる方法を教えてください。ああ、なるほどね。さ、うん、面と向かって言われへんわ。はい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 。お前ちょっとって。まあそうですよね、うん。君の場合どうすんの？傷つけんと。あのね、こう人間にはね、うん、耳には入らないぐらいの超音波、キーンっていうやつですよ。もっとそのキーンの上なんですよ。たまにいるじゃないですか、その超音波で笑ってるやつ。上へ。この時キーンって言ってますから。はいはいはい。イルカとか集まってきてますから。もし近くにいればね。
それのもうちょい低音、半音下、はい、わかります、はい、聞こえるか聞こえないかぐらいの潜在意識のところにそれを教えてやるわけですよ。例えばこう会話してるわけですよ、うん、お前今日よ、昨日の夜何食べた。いや会話してくれなあかんわ。喋れって言うんだ。そうそうそう、教えてる。そう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 、お前昨日夜何食べた。カレー食べた。お前カレー好きやな。いきつさんいちゃうんかお前。いやそれは傷つくで。はっきり言うたよ今。いやいやいや、もうかなり、いや思いっきり思いっきり聞こえたね。いやちょっと不愉快やな。こんな教え方されたら。あったもうちょいもうちょいちっちゃく。好きな番組とか最近ドラマとかそんなよ。うん、真っ昼間は面白いね。まあ今のはあんまり聞き取られ、聞き取られ、うん、でも聞き取れなかったらダメなんですよ。あ、そうだったらあかんねや。それはダメです。だって気づけへんもん。なんか言うてるなしかね。そうなんです。さっきとさっきの間なんです。買い物とかよう行く。まあ、たまに行くけどね。はい、行くよ。大丈夫かって言われますよ。それほんまにちゃんと聞こえたら殴られる。女の人の笑い方はいつ頃境におばさん笑いになるのですか。あ、例えば若い人、うん、10代20代ぐらいなら、うん、ってなるじゃないですか。それが60ぐらいになってくると、うん、ドリフ大爆笑みたいにわーってなる。60までいけやろ、もう40でなるやろ。そうか、40でわーってなる、うん、それどこの境にかっていう。なんか40って言うてんやん。じゃあ境が40じゃん。もう40の時はわーってなってるやんか。はい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 。だからどこからか、例えば30歳の時に、うん、って言うてたやつが、うん、10年後の40でわーってなるわけですよ。ということは一個一個探っていったら分かるわけです。ほう、ね、うん、例えば30で、うんうん、31、うん、はいはい、うん、32ぐらいになってくると、うん、いやそれどこが違うの。ちょっとずつ変わってきてる。あ、変わってきてんねん、はい、微妙なとこあるね、はいはい、うん、33になると、はいはいはい、32は32 33 あんま変わってない。34になってくると、ああここや、ポイントはこれ34ですよ。いいですか皆さん、34、はい、いきますよ。34は一緒やねん。長いな。35やわ。35、まあお客さん聞いといて、35いきますよ、はい、一緒やねん。もうここまで。そりゃそう、そんなしつこいしつこい、ね、同じような笑い方続くわけない。36、まあ聞いといて、まあ聞いといて。笑いも少なくなってきてる。ここが我慢のしどころ、ここが我慢のしどころ。これはしゃあない、これはしゃあない。ぼちぼちまたこうブーメランのように笑いが返ってくる。返ってくるね。37です。37いっときましょう。まあ聞いといて、はい。38、ちょっとやばいかな。まあ聞いといて。いいですか。38。何をしとんの。急変やな。もうね、こういうね行事事があったりするとね、うん、いたずら電話とか多くないですか。そんなことないですか。どうでしょう。あ、この間ね、なんか家のドアをなんかカタ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 やってるやつおったらしくって。いたずら電話や。いや本人、うん、電話ちゃうねん。し
ってる今いたずら電話の撃退法で映像出たの、それの会員みたいになってたら、うん、いたずら電話がかかってきた後にすぐ電話、うん、そこに電話して、うん、今の電話はもう二度と取り継がないでください、うん、だからそいつが一回いたずら電話してしまうともう二度とこの電話ではそいつのところにはもう電話できないんですよ。あ、それいいじゃないですか。これいいんですよ。問題は例えばお前とこに死ねえちょっと待てやもうちょっと違ういたずら電話して死ねえってかかってきたぞ、まあしょうや、うん、ほんで切るやろ、ほんで電話してもう今の電話今からあの電話は取り継がないでくださいってやるでしょ、うん、ね、はい、ほんで例えばお前が俺の家に遊びに来たとするやんか、うん、まあないけどな、ないけどな、でちょっと家電話してみようと思ってパッてやった時にもし繋がれへんかったらバレとるやんもう俺もガーッお兄ちゃんガチャーン落とすからお前わざわざ紅茶入れてくれ紅茶とお前ねマロングラッセガチャーン落とすからそれは別にね、はいはい、ただその防げるんやったら全然いいですよ、ね、俺もねちょっと考えようかなと思ってるんですけどね、うーん、あ、それはいいな、うん、ね、まあ、今年一発目ですから、はい、よろしくお願いします。こちらこそ、うん、まあ、去年違うもん、うん、今年はどういう抱負で、ん今年はどういう、もう別に変わりません。なんかこう目標を決めて、いや、お前もなんか去年言ってたけど全然あれやな去年、俺何言ってた、2倍になるとか言ってたやってるやんけ、2倍になってるやん。ほんで、2倍になるの、あ、なるよって、2倍になるっていう、こっちも2倍になるって言うたんや。違うね、俺2倍になってんねん、みんな分かってないけど、俺は2倍になってんねん。いや、分かってないよ。違うね、お前らも2倍になってんねん。あ、切りかけはなし、みんななってんねん。みんななってんねん。だから分かれへん。これが誤算やった。まさかみんななるとは思えへんかった。なるほど。今年は私もやりますけどね。何を？私今年のあの抱負、はい、聞きます、うん、時間厳守もうええ無理、お前がな時間通りに来たらなろくなことないねん。なんでやねん。この間もそうやからシェックスの仕事で、はいはいはい、俺2時半にビシーって言ってたの誰も俺にこれや2時半入りやって2時半におったよ、うんうんうん、で俺3時前に入ってパーッと入ったの座ってんのよ楽屋にパーッと入ったら座ってるからうわー言うてもうたよもうずーっと何にもない本も何にもないのいろいろもう子供の頃のこととか思い出して座ってて、うん、まあ、そういう時間必要やからね、うん、でそうこうしてたら今田君、うん、3時間遅れてきたんです。3時間遅れてきたんです。終わりも遅なって、はい、ね、でしょ。だからねそういうことあるからあかんねんって。お前時間遅れてきたな。俺がね、なんかちょっと弦があるんですよ。俺が遅れてきた方が番組弾けるのそれは君が思ってるだけです俺ね、ちゃんと来るとね、どうも、え、しつこいな。なんでやろ。だからお前時間厳守とか言うからこんなことになるよ。自信には勝てんわこれ。時間厳守の自信も揺らいだわ。おい、座布団持ってきて。犬は犬かき以外の泳ぎ方はできないのですか。あるとすればどんな泳ぎ。いや、ただあれはなんか犬かきって勝手に耳をつけただけでしょ。いや、まあ犬は自分で犬かきやと思ってやってるわけないからねあれ以上はないですよ。お前はな、犬舐めんな犬舐めんななんで強めに言い直したのなんで一発目で言ってくれる。男っぽいとこ見せて。ああ、そうそれで言い直した、うん、あ、ごめん、え、俺犬舐めてる犬舐めてますよ。え、ほな犬かきともう一個だけあるわけ。 ありますちょっとほんだら教えてもらえるかな。
潜水それ死んでんじゃんもうギリギリのとこもうこれはあれやね大井くんは分かるけどこれはないやろもうほんま腹つくかどうかぐらいのこともう今日はちょっとね、うん、もうダメですよ何がもうすんごい鼻声でしょ何風邪ですかもうひどいもんですよ全然鼻が通ってないんここへ溜まってんのかなもう全然やねんもうほんと休みなかったんですけどね、うん、今日のほら一人一人のお客さんの顔を思い浮かべたらね休むわけいかないじゃないですか俺を待ってるんや全員が俺を待ってるんややかましいまあまあそういう気持ちは大切やからまあそれはそれ構いません全然構いませんいやいやもうほんとねそうやそうやもうこの仕事は大変ですよね休まれへんから僕治りました僕だから年末あの野球券の前の日熱出して一人で車乗って39度3分あったのに救急病院行ってええ学校言うなほんまやって2人患者また待ってるからずっと外の廊下で寒いのにこうやって絶対うるせえほんまやほんまや一人おっさんよたおっさん耳切れて縫うてもうてんねん中であれあの病院待ってたらいろんなやつ来よんなそうやでいろんなやつ来よるわええこんなのもおるだろ大丈夫ですか村上さん今先生縫いますからね麻酔ないけど我慢してねいやいろんなやつおるよ俺もほんでほんでその村上さん、うん、その看護ちょっとどっか行ってる間に、うんお前もう一人で漫談やれやお前一人で喋ってんねん気分悪いよわし何もいらんがだよ不愉快なお前止めといたろそれで熱あってしんどかったけどそれ聞きながら笑ってたという話ですそんなほんまいろんなやつおるなおばはんが運ばれてきておばはん来たからガラ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 なんかおかしいなんか変なんか変何が変なのなんか変頭がなんか変お前一人で喋れよ全部お前が笑いとってんの人が体調悪いお前が前閉めといたろうその2回はやなそうそう俺も前なんか病院行ってちょっと待っといてくださいってパーマったおっさんぴゃーおじっこ出まえんねそら辛いやろなおかしなって大丈夫あるなっても笑うやろなんか偉いやつおるなそんな病気あるもんやな思ってそれ比べたら俺まだええなそらそうですよいやほんま大変ですねダウンタウンの松本さんと浜田さんは未だに間違いますダウンタウンの大きい方が間違えるか大きい方が松本さんでだんだんの小さい方が浜田さんという覚え方の他に何かないんですかいやおばはんなんて今でもそうやからなうん、うっちゃんなんちゃんと間違うやつ多いやろ、うんうん、でも十分十分、うん、余裕でいますようっちゃんなんちゃんと間違う間違うあの東北北の方大きい方とちっちゃい方以外の言い方はないですかうんさあいろいろありますよねやっぱりね何がありますかそらいろいろありますよ何何でしょう何でしょうねいっぱいあるんじゃんもう5万とありますけどああ何ですかタトゥー入れてる方と入れてないどっちが入れてんのなんでやん入れてるか入れてへんがそんなんとかねああなるほどねサーベル持ってる方と持ってる
かりやすい。そこ分かりやすい。それ分かりやすい。あと、あとなんでしょうね。まだらの方とそうです。何が？サファイアを目に埋め込んでる方と。埋め込んでない方。っていう覚え方が分かりやすいんじゃないですか。一番ね。あ、はいはいはい、だんだんあのサファイア埋め込んでる方ねっておばちゃんなんか言うてもらうとね、うんうん、まあ、間違いない、ね、間違うことはまずないですからね、まないでしょうね、お二人が聞いて一番痛い擬音は、擬音語はどんなんですか。私はキリキリです。おかしいやろ。あ、でも考えたらあれですね、繰り返す言葉って大概痛そうですよね。そうですか。うん、思いません。そんなことないでしょ。ズキズキ、うずうず。何や、うずうず。別に痛そうじゃないじゃないですか、うずうずって。うずうずってな、うずうずする、あ、痛そうじゃないですか。プリンセス、プリンセス。今、豊川悦司、悦司でいいんですか。いや、知りません。豊川悦司でいいんですか。というか、なんでここに豊川悦司って書いてるかどうかお前に分かるみたいな。あんたがそっち振ったんやん。豊川悦司や武田真治など中性的な男が受けていますが、どうすれば中性的になれるんですか。変えられへんがな、そんなもん。あんな顔にしたらいいわ。でもほら、やっぱあの色っぽい男、セクシー、うん、ね、うん、俺なんか常にセクシーっていう、セクシーって呼ばれてるからね。誰にや。小学校の時呼ばれてたからね。あなた小学校の時からセクシーって呼ばれてた。セクシーって呼ばれてたからね。あ、そう。瀬川いうやつの次に俺呼ばれてたからね。名簿には。あ、そういうのね。はいはいはい、はい、出席簿はね、ほんま松本やから違うんやけども、あ、つい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 セクシーやから、瀬川の次にセクシー。はい、言うてた。あ、お前も調子乗って、はい、言うてた、言うてた。前ってほんまセクシーからかけ離れた人間やからなあ。お前、そうですか。全然ダメよお前、ボンテージファッション似合えへんもん。いや、待ってや、君やったことあんのかな。めちゃめちゃやってるかな。いや、もう常に革ですよ、僕は。僕なんてほんまに男か女かわからないってよく言われる。あ、よう言われるんですか。いまだにやっぱ後ろから声かけられる。え、って言ったら、あん、疲れやすい。ラブホテルで帰るとき、フロントに電話をしますが、そのとき何というのが正しいのですか。あれ結構ほら、そんなことね、人間って大概なんでも親に教わるじゃないですか、うん、ね、例えば、うんこするんでも親に教わってうんこしてますよね。そやり方とかそういうの自分で編み出した。技みたいに、あ、うんこの仕方でしょ。うんこの仕方、うん、これは親に聞いたでしょ、まあ、聞いたんでしょうね、うん、それは覚えてないけど。そうそう、人間って何でも親に聞くんですよ。でこういうのラブホテルの出方なんて親に聞けないじゃないですか。まあね、うんうん、あなたどうやって出ました。いや、もう出ます、うん、でもね、うん、それはおかしいですよね。なんで。もう出ます。いやいや、僕は出しましたよ。わかりにくいですよね、でもね。わかりにくいですか。それはおばちゃんにしたって、そんなこと言われてもって思う。やってる最中に電話してるんじゃないですよ。もう出ますっていうことじゃないですよ。それはおばちゃん勘違いですよ、それは。でもおばちゃんにしたらそうかな、思うやん。そんなこと言われてもおばちゃんにしたら思うじゃないですか。細かく言うと、もう終わりました。それもお前おばちゃんにしたらそんなこと言われても、別に終わってもさ、こっちはみたいなことある。違うね、違うね。その終わったっていうのはそういうやらしい意味じゃなくって、ラブストーリーがもう終わりました。待て、今いやーみたいな。さあ、もうかっこよすぎてでしょ。何を言ってん
だから正式には電話をラブホテル行って、あ、これも今現在ラブホテルで見てる人もいるかも。あ、それはおるかも。でも出る時には僕たちのこれ女と同時にです、僕たちの、私たちのと同時にせーので言わないでここユニゾンですから。いや君、僕たちの、あ、私たちの、うん、せーの、僕たちのラブストーリーはもう終わりましたって言わないとダメだ。お前多分入り口救急車待ってると思う。ほんなら向こうの人もはーい。なんでそんな昔笛。じゃあ今まで過去あなたはそれやってきたんですか。うん、やってきました。ほんなら一日電話する時、電話するからお前私たちのって言えよ。それをね、女が僕たちのって言うてまう時があるわ。それ痛いな、釣られてね。あ、痛い、やったな。だこれ誤解までいきますからね。声で分かんない。声でえって思います。正月は新春って上につけないで。年末は年忘れか。そうそうそう、花のとか、そのその都度その都度。新春僕たちの、私たちの、そうそうそう。複数で行った時はオールスター。ねえ、あれちょっと浜田がね、いやいや、なんか冗談みたいに言うなよ。ほんまやないか。え、なになになに。あの、体調は悪くて。そうなんです、多分インフルエンザやられてる。いや、俺もやられたんです。で、火曜日の夜に浜田がもう無理やと、もう無理、明日ちょっとガキはできへんからっていうことで、うん、俺はもう正直ラッキーやったんですよ。休みや、休みやと思って。ほいでもう前の日ももう元気バリバリやったよ。ほんで寝て次の日起きたら熱が俺も来て、今年の風邪は一回治ったと思ったらまた来るから。なんかいろいろあるでしょ、うん、あのピーピーなったり。そう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 。僕は熱はなかったんですけどね、ええ、うん、ちょっとピーピーかな。まあね。いやいや待てよ。そんなお前弾みつけて喋るようなことちゃうやん。ほんでね、水曜日の夜救急病院行ったんやろ俺。まあね、そうですよ。熱はないのよ、喉が痛いっていうかね、そのいろんな種類の風邪が。救急病院の話を聞けよ。俺が救急病院のことを言い出したということは、救急病院で面白いことがあったから言うとんねん。そんな分かれへんわな。まあ別にないけども。ないやん。水曜日の夜だから起きて、はい、ブルーなってくんねん。え、それはどういうこと、ブルーになるっていうのは。そうね、お前はね、そのアホはアホなりに浜田ファミリーっていうもんがあるやん。アホの群れ、浜田ファミリー。君失礼だな。あるやんか。俺みたいにね、あの独身がね、いやいや、ほんまにほんまに独身がね、あの熱で、ああ言うててパッと台所を見たら誰かこうやってくれてんやろ、おかゆかなんか、裸でエプロンだけ。そうそうそう。だからケツだけは見えんのよ。でじゃあ分かる、ストーリーで一人暮らしの男がね、うん、一人でごっつ熱出てきたらな、ブルーなってくんねん。そうなん。ほんでね、テレビがもう2時3時ぐらいになったら終わるでしょ、うん、これはもう見るもんもないじゃないですか。寝ろや。熱あんねやろ。2時3時まで見とんのかよ。それがおかしいやん。ね、もうしゃあないが BS 見るんですよ。 BS まだ見るか。いや見るんですけど、うん、ほんなら BS のね、明け方ぐらいにね、 NHK はね、うん、あのドラマやってるんですよ、うん、でそれば見てたらね、泣いてしまったんですよ。ポロって泣いてしまったんですよ。きつ。そらね、ほら正直な、ぶっちゃけた話、それ呼ぶ女ぐらいはいますわ今。そらそうやろ、呼びゃええやん。呼ばれへんねんって。もう今もうずっと張っとるから。そうか、ずっと張っとんのよ。表ずっとなんかバンかなんかで張られてるらしい。ずっと張ってんねん。分かんねえやろ。だってどう考えたって、俺は車でバーって出ていくやろ、バーっと行ってしばらくしてちょっと止まって待っといたんねん、うん、ほんならもうふわーって来よるもん。もうもうあかんもん。何があかんの。いやいや、そいつはもうお前やっぱおかしいわ。ほいかー降りていって見たんねん、おっさんの顔が。うねむうすみ。何や、だって。いや、ほいでも来よるけどね、またね。
山崎かなんか女装させて一回撮らしたんやもういかにも女なんじゃないかな、ね、あ、なんやったら俺がやったってもええでつらかぶそれ、なんか写真撮ってもらおうやそれ撮られへんかった時ごっついどうせよ確かにそれ俺そこまで格好して行ってんのにそこまで格好してお前俺の家入って二人でどうすんの撮られてないぞ多分あれはほんで二人で何すんねんなんか飲む言うて嫌 やそんなまあまあいい仕事や思ったらできるやんいやそうなのかねまあまあ一回撮らすんやないやもうそれは別に俺はいいけどな何が嫌相手迷惑かかるやんなんで迷惑ない相手はそんな迷惑かかるからなんで半笑いやねん嫌なやつやなやもう俺はほんまにいいけどね俺みたいなもん俺みたいなそちんはどうでもいいねあそうかそうそう別にそんなもんそうそうなんで俺の家分かってんのかも不思議なんですけどね俺は別にそう近所の人とかは分かってんねんからそうそうなんでバレるもんなんかない俺の家知ってる人あ、一人おるわ彼女おるやんやっぱおんねんって浜田の家知ってる人なんで知らんねんちょっとコピー取ってなんで俺の家知ってて何でお前お前ちょっと待ってお前な俺の家知んやったら浜田の家知れなんでやねん知れこの野郎何や知れこの野郎なんでやねんな知ろうとせえよお前いやそんなんお前別に知りたくもないのに知ってしまったいやいやいやそれ二人合わせてだんだん俺は知るやん関係ないやんいつも知るよそんなん関係ないやないかなんで知ってんの近所の人があこの人が住んでる近所の人は友達でそあそこにまっちゃん住んでんのよって言ってほら見てやっぱそんなもん俺かどうか分からへんやないかフィリピン人か分からへんなんだ俺誰がフィリピン人やねんいや君自分で言うて自分で落とされてもやな誰がインフルエンザや誰も言ってないやん誰も言ってへんがそういうことなんですよ近所からやっぱ漏れていくんですうっそーていうかなんで俺に来んねやろな俺なんか来たって面白ないわけよなんでだって俺に貼ってたって家と図書館の往復やからね家図書館家図書館図書館図書館いやって休んでそんな俺おもろないもん俺なんか貼ってたんだよなまっちゃんは鼻毛が出ていても実は見えないところで17箇所もおしゃれをしているそうですが教えてください17箇所僕まあこの鍵やって何年も経ちますけども、うん、大概本番前に一回トイレに行くんですよあそうですか、はい、ちゃんとやっぱ本番前の僕なりのその身だしなみみたいなものチェックしてるわけもうチェックはそれはもちろんしてるんですよ、うんそういうチェックはするんやけど鼻毛出てんのはかまへんのそれはねええやろっていうことでチェックになれへんやんあの家族の中で、うん、それはもう等しいええやろと俺とお前まあ世間的にはお前おしゃれって言われてるけど本当のおしゃれっていうものはお前は知らんからひよっこやからもう僕なんかね僕なんかは、はい僕なんかはひよっこ誰が俺がひよっこやいや今君が勝手に言ったからすいませんそうかでもねほんまのこと言うとねあの俺の方がおしゃれなんですよあそうなんですか、うん、いや どっかおおっとみんながなるほどっていうようなとこはどっかないんですか一箇所ぐらい見せてほしいけどなあそうですか、うん、まあそうですねあんまりこれ言いたくないんですけど日本の真珠埋める人いるじゃないですかはいはいはいね、はい僕はあのケツに埋めてますから意味ないんちゃうんいや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 ケツに何に使うのケツに真珠入れてこの辺にねまんべんなく真珠気持ち悪いそんなやらかって気持ちいいとこゴツゴツしてんねんまあね何に使うのこの辺真珠入れていや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 まんべんなく入ってんの座るとき綺麗やはぁが綺麗ねって言うてくれるこいつアウェー昨日バレンタインデーやったでしょはいはいはいね、ね私生まれて初めてですよ、うん、あんなこと何が一個も思ってない
俺食べてえで、もうたお前でも3つほどもうたかな誰にもうたん。ちょうどあのフジテレビ出る時になんかおって、あーそのファンの子にね、はいはいはい、うん、カカオこの野郎いやカカオ汚ってどうすんの僕ね言うてもね学生時代もちょっとはもうたんよ。ああそうですかな、はい、お前ほらあの学生時代中学まあ小学校もそう、うん、高校と、うん、もう全然モテないくんやじゃあなんでやん。いやいやこれもうこれもう笑わんでいいねこれもうなんでやねんな。いやいやじゃあちゃんと小学校が付き合ってたしああまあね全部それだけでしょ、はい、俺結構思ったのよ。いや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 もうマイスイートハニーって何回言われたと思ってる誰にもういろんな人たちにで昨日はちょっと落ち込んだ俺ほんまに一個思ってないもん。携帯電話ね留守電メッセージ、うんまあ言うても3件ぐらいは大体入ってんのよ、はい、昨日に限ってメッセージはお預かりしておりませんよ。嘘セントバレンタインデーちゃうの全然もうだからって食うわけじゃないやん、だからな昔南のあの御堂筋で山ほどチョコレート掘ってたがな車バンバン通るとこでああやってたやってたんややってたその頃のやっぱバチが当たったんやろないや分からん事務所にちょっと届いてる。事務所届いてんのあれでもうち今日現場にもなかったな。そう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 現場にもなかったな。そうや普通はあるやんか。だからねもう郵便で、うん、なう俺もないやんあれもうね俺らやっぱもうあかんねんいやだんだんあかんわやばいわダウンタウン。この話したことある俺卒業式の時、うん、ボタンが全部なくなったんよ。あくださいくださいそう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 ブチ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 本当そうよ。そう俺ごっつ綺麗で帰ったんやろ俺なんてもうほんまに何もなかったもん。そうマントみたいになってたもん全部なくなったあの頃なんだんタレントになったらだんだん赤いようになるのかな。なんなんでしょうね。ゆうたって昨日フジテレビやった時客入れしてやったんですもん。そう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 100人ぐらいはおったんですよ。そうやねそうやねん。でやってる時はあーとかまちゃーんまちゃーん言ってたんよ、うんうんうん、出たら俺れへんねんいやこの番組もそうですよ。そらだっけ別にな1日遅れてもええんやん。いやいや遅れたから気付けてんの、うんうん、しかしお前一個もないのは辛いぞねえ本当にあ俺ぼっついあのブルーなこと思い出した昔なあの中1かなんかの時になちょあそん時もな一個ももらわれへんかった年があったのよなんかもう泣いてしまう。そうやねでもう一個ももらわれへんかってもうちょっとほんまに落ち込んでもう帰ったんですよ。ほんならおかんが一個だけこっつブルーなってもうていいやろおかん、気ぃ利かしてくれたんやろおかんも。なんでしょうね。あ、ひとし、このモテへんわ思てる。そう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 。ね、まあいろんなことございますけれども。帰りましょうか。ん？はがき行きますか。はい。はい、え、なんで？なんで自分らに指示されなかった。何しようかな。何がえ。もう自分読んでもういっぱいあるからめっちゃくちゃいいね。何でもええかも。何でもええ松本さんは毎週違うピアスをしていますが一体いくつくらい持っているんですか。あのねこれはねちょ待てよほらもうしてしてもう俺の中ではしてやって違う君らもそして君なんちゅう名前やったかな浜本君、はい、浜田やないか君たちもそして浜田君も、はい、ビジュアル面のことしか言うてないで僕は確かにいろんなピアスを持っています。でもそれは心のピアスです。優しさピアス、勇気ピアス。待て待て待て何でしょう
こいつはこの番組を見てハガキ出してるんだよ。だから見てるんやん、これ見て言うてる。このエアを見た時に、ガキを見た時に、あ、今まっちゃんは優しさピアスをつけているぞね、そういう意味のピアスなんですよ。わかります？ねえ、それ精神的なことはわかる。あなたたちには見えないかもしれない、見えないかもしれないけど、ちゃんとわかる人には僕はピアスをしているし、ペンダントはしている。え、ペンダント、ペンダントもしてんのか。ペンダントもしています。友情ペンダントちゃんとそういう貴金属、はいはいはい、心の貴金属を持っております。今までずっとんだら、もうピアスもこれも指輪もブレスもしてたわけ、ね、例えばほんならあなたは自分の子供が可愛いと思うでしょ。はいはいはい、はいって今言いましたね、はい、その時点であなたは子供思いブレスをブレスブレス子供思い鼻ピアスを持っている。いや鼻ピアスなんでそれが鼻ピアスやねん。そういうことなんです。いや、それがわかるけども、はい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 、君は別に意味ないのをつけて出てきてるわけやん。意味ないことあれへんがな。優しさピアス、何やの優しさピアス。いやだからこう、例えばこう喋ってて、うん、お前が足を滑らして舞台から落ちひんかなって、いつもこう何かあった時は手を差し伸べる優しさピアスを光らせております。青や青がおる目を光らせております。これお前、これ何ですか。これシャレならんわ。これこんなね、どなんか雑誌に書いてあったんですよ、うん、買って送ってきてくれてるんですけどね、ガキの使い、92年の7月から93年の5月までですよ、うん、35回分ですよ、うん、そこでお前が俺にしたこと、首絞め1回、頬を引っ張る1回、両手で突く1回、膝を蹴る1回、頬を叩く2回、鼻つまみ2回、ケツ蹴り1回、肘14回、側頭部39回、後頭部36回、デコピン60回。93年に至ってはデコピン99回まで。2年間でデコピンだけで159回。逆にまっちゃんが浜ちゃんを叩いたの3回。どこの雑誌や、そんなんのしたトーク番組あらへんわよ。ひっくりするよな。ああ、そうですか。びっくりするよ。いまだに俺やっぱ寝汗かいて起きるもんね。ほんまか。すごいなこれ、うん、ようこんだけ調べたな。いやいや、ようやられたなって言うて。ダウンタウン解散危機の兆し。これどういうことを書いてるかというと、うん、松本さんがあの本出してベストセラーになったじゃないですか、うん、で、俺はね、その間何もなかって、うん、でここへ来て今度は浜田がベストセラー抜くぞー言うてソロでデビューして、なんか二人でもう、なんやお前はそんなことしときゃ俺はこうやでっていう、なんかそんなんでもう、そんなんなったらもうコンビっていうのは解散やとかって書いとんねん。で今年のその所得のあれでも差が開き、来年はこの歌で俺はと言っている。ほんで解散やって、何やねんそれ。なんでバレてんねやろ。なんでやろ。ほんで俺最初パッと見たけど、これお前かな。いやいやいや、スティービーワンダーや。そうやろ。いや、松本人志スピーディーワンダー。スピーディーじゃん。スピーディー全然違うから。あ、そうですか。いや、これは知らんかった。この間あの、このガキ終わって帰る時にあの、あんなん言うたやろ。全然おれへん。全然おれへんって、うん、この間帰る時はおったんよ結構な。で、おったらおったでまたムカつくな。どないやん。窓ちょっと開けてたんよ、なんかくれるから、うん、やらしいこといいな。もういやいや、甘いもんいっぱいくれるからね。で、窓開けてたら、サインしてサインして言うてね、色紙をね、車からバーン車の中に入れよるんよ。あ、色紙をバーン、もうその時点ちょっとムカついてるやん。ほんで今度マジックのキャップ取ったやつを車の中に入れてるんだよ。待てよお前こら。
あ、それは笑い事やないわ。じゃほんま久しぶりにムカついた。ガーン行ったったんや。もう爪から毒出てたもん。お前人間ちゃうんか。それぐらいムカついたと今俺は言うとるわけやねんけど。いや分かってるけども、ほんま腹だったわ。コンコンと言うてやったわけ。いやそんなんもう言うてないよ。もう言うてないけどね。そうなんや。そうやね。ほんで俺ムカつくのが、うん、それでガー切れるやろ、うん、ほな周りの他の女のやつが、はあ、怖い。怖ないっちゅうねん。そう怒るやろ。いやいやそう怒るけども、一緒やって怒れ言うねん俺の本だから。いやそれは爪から毒出せっちゅうねん。いやいや、お前だけやもん。1週間のうちに、うん、1週間あるやろ、今日ガキ終わるやろ、うん、で今度のガキまでの間に絶対ムカつくことって何個かあるよな。こないだ俺なカンボジア料理食いに行ったんや。あ、お国のお国の。いやいや多分ね、あれ懐かしかったやろあの味。俺もうな、すいません焼きそばくださいってカンボジア人のウェイトレスに、女のやつですわ、焼きそばくださいって言うてみ、はい、言うて、いや焼きそばください。あそれはそれは聞こえへん。これほんまにあーって言われたんそこまで言うてる。じゃあほんまやねんってこれ、全然よく出てないよ。いやいやいや焼きそばくださいさん、はっていうことやろ。もうすごかったやで、あーって言われたからもう笑ってもうたもん。怒るよりも何よりも、もう怒るよりもね、もう笑ってもうたんや。そんなそいつ一緒になって笑ってやがる。お面白いやん。そんなウェイトレス、あもうびっくりするわ。もうどうも俺そんな考え言うてやんような気するわ。あ来週行くか、そこのカンボジア料理。ほいで、ほいで、そいつタレントも何も知らんから、分かってへんから。あ、そうかそうか。お前ほんなら、オープニングでやろうか、来週そこのカンボジア料理。お前が、焼きそばください。お前な、ほんまに。いや、ただ、キーワードはもしかしたら焼きそばなんかも分かれへん。そう、だから、うん、適当なところで、うん、すいませんって追加注文してくれ。追加注文して、焼きそばくださいって言うたら、絶対、あーって言われるから。それやろうや、来週行こうや、それ。もう絶対言うな。ケッタイなんはな、結構出会ってる。ケッタイやからや。俺がケッタイ。あんたがおかしいからやっぱこう巡り合わせっていう。そういうのある。まあね、僕ほんま、なんでやねん。え、今のは乗ったの？今の乗ったの？魚の中に出世魚というのがありますね、うん、例えばカンパチは出世するとハマチに、またまた出世するとブリになります。はいはいはい。ダウンタウンは何という何という何に出世するのですか。あんた知ってますか、カンパチがハマチになるんですよ、うん、でハマチがブリになる。うん、知ってますか。いや聞いたことありますけど、そのカンパチが何やとかっていうのははっきりは知りませんでした。そうそうそう、これね、魚っていうのは本当にすごいですよね。ブリの次何になるか知ってますか。え、ブリの次は何になるか知ってますか。え、完結じゃないんですか。出世してるんですよ、どんどん。ブリは今こうしてる、オイラはこんなダラーっとしてる間にもブリはどん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 やってるわけです。ただほらね、魚屋の店先にはなんでそれ以上出世したやつが出てこないんですか。それはブリの段階で殺されたからですよね。殺せないんですよ、力を持ちすぎてるんですよ。魚やん。いや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 、なんでやん。いやいやいや、もうブリのブリまでなんです、人間が殺せんのは。もうその上だったらもうすごいもんですから、やめんかい。やめんかい。おい、え、誰呼ぶのって言われるぐらい、もうブリの次はもう何やん。ブスーパーブリですから。それから FX になり、仮面ライダーやねん。ブラックになります。何を言ったんだ。偽ブリーの出てきますからね、そのうち。まあそうなってくるね。もうちょっと笑おう。今のは面白いよ。偽ブリーってね、マフラーの色違うやつ。やっぱそこまで言うの分からへんかった。あの
電話、はい、携帯俺よう電話いたずら電話かかってくるんやんか、はいはいはい、もうほんまに、はいはい、多いのよ、うん、なんか言ったらボンバヘボンバヘってそれをまだテレビで言うたら、はい、昨日かなんかまだまっちゃんボンバヘ言ってくれてありがとうやっぱりまっちゃんだよね僕も言った甲斐があったよまた新しい歌聴かすからありがとうってプチンと入ってたりするんですよ、うんうん、であの遊ぼうとか言うやつもたまに誰やねんお前なんで俺らお前と遊ばなあかんのじゃ、うん、ほらウジ虫ボケしねえって言うたんねんけどしょっちゅうかかってきよんねんそいつ、うんうん、男やろ男やねん、うん、ほんでこの間までバーガーでいてもしもしまっちゃんまっちゃんって言うから誰やねんこらウジ虫死ねえいや死んだれ誰に言うてんのウジ虫言うね誰に言うてんねん誰ってお前やろあっこやけどえそのウジ虫はあっこやったんそれはまた違うんや仲が悪いっちゅうかなんちゅうかもうすんませんすんませんうちな何年も芸能人やってるけどそんなん言われたん初めてやうちもしまあまあええやんほんまあのね声ねやめてあの声おっさんみたいな声どう考えても女やないもんなどう考えても女やないねんもん声がなそうやねんやそうか間違うっちゅうねんいやそらちゃわないで俺悪ないよな悪いやるやったろうなまあまあやったったらええねん、ね、ただあいつもでかいからなもでかい狩りがすごいやん和だってな黒いやろおい遊びすぎママちゃんが常に愛用しているそのシュークレットチーズはどこに行けば売っていいのシュークレットチーズお前舌も回ってへんのかよデビュー当時と比べて松本さんとの身長差が縮まっているのが気になりますうん、普通のスニーカーですよちょっと見て浜村淳みたいになってないから見て見ていやさあシュークレットシューズって何やねんシュークレットシューズいうのは何やねんシュークレットシューズやないかシークレットシューズやそれはまた別のもんやろそんなシュークレットシューズいうのはどういうもんやねん中にあのクリームが入ってた中にクリーム入った靴履いてどうすんのおいや、おうやないのな何やいや、お前、鼻水出てるわ何や何だから、違うやろシュークレットシューズって書いてないやろシュークレットシューズ鼻水拭けやシュークレットシューズのこと俺今言うてんねんそれはシークレットシューズのこと言う鼻水拭けへんお前はシークレットシューズのことを言うてるか知らんけど俺はシュークレットシューズ違う違う、ハガキはシークレットシューズのことを言うてんねん鼻水拭こえお前はなんでシュークレットシューズ履くの履いてないもんそんな靴知らんし履いてないしあんないの息継ぎみたいなのないのだからこれは普通のスニーカーですよで彼が言うてんのはシークレットシューズでも僕は履いてませんよでも君はシュークレットシューズの話をしてるんですよでもシュークレットシューズというのはどういう靴かわからないから教えてください教えてくださいはい教えましょう、うん、シュークレットシューズというのは中に、クリームが入っているのがシュークレットシューズと言いますわ、かりましたそれでは私が言います、はいはい、なぜあなたはそんな靴を履いているの、履いてないのなあそう言わなごめん、うん、あそうか早いこと言うたらよかった、うんうん、シュークレットシューズ長いクリームが入ってる入っている、うん、靴履いている履いてないあなたは履いていない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 わかりました、はい、もう履くないや履いてないああ履いてない履いてない履いてないわかった、はい、これで気持ちもうこれでこれで気持ちもう OK ね、うんはい、ありがとうマスモさんは昔セクシーという暴走族に入っていたそうです今もマスモさんの入っていたセクシーは活動しているのですいやそれまだありえへん話やけどもねちゃんと入ってました入ってましたというよりも私が入れました何を誰を
僕がセクシーという暴走族を作ったんです。はいはいはい。だからみんな僕を入れました。僕が入れました。いやだから あんたが頭やったわけ。僕が頭でしたね。どの辺走ってたんですか。かなり走ったな。それ雨で作ってたんだよね。うんうんうん。どの辺まで行くの。まあ、でも横浜とか湘南雨や行くねん。お前兵庫県から横浜までじゃかなり走った言うとるやん。あ、そういう意味のかなりかいな。そうそうそう。もうお前一回走りに行ったら一週間ぐらい走るの嫌やろ。いやいやだからね、そんなめったにはね、せやろ。そうやね、一回走ってその辺の遠い方まで行くんやから。かなり荷物も大きかったからね。泊まりかい。そりゃそうですよ。暴走族は泊まりの用意して走るんですよ。それ小旅行や。みんなで小旅行っていうか昇進旅行ですけどね。何の昇進やん。まあ本当にすごかったですよ。寒かったからね。え、寒かったからできなかったんですよ。続けられなかった。え、どういうこと。寒かったってどういうこと。やっぱり暴走族と言われる以上、うん、いつでも走りたいじゃないですか。ほう。ところが僕たちはほら寒いんですよ。やっぱりブラだけだから。普通の暴走族ってこう長いね、刺繍入りのやつとかが、まあ言うたらユニフォームですわ、うん、セクシーのユニフォームっていうのはブラじゃん。ブラで大体走るんですよ。ヒールですからね、足元はね、ええ、これがね、真冬には辛いね。せやろな。おねえもこうや。いや、何ブランデーグラスか。たまにまあチョコつまんで。何を抜かしとんな。キッスチョコレートつまんで。銘柄決まっとんの。みんな見るやろ。うん、うわ、セクシー来たで。セクシー来たで、セクシーって言う。あそこ叫ぶんだ。今あんまり人気なかったやろ。いやいやいや、それはもう、あ、もう我も我もって、はい、うちは5人しか取れへん。ねえ、いやいや、もうしゃあないねんて。うん、浜田がほら残って一人一人。いや、俺が急いとんねん。俺が急いとんねん。ほんまにな、こうやってね、来てくれる皆さんがこうやって来てくれることが当たり前だと思うなよ。よっ神。お前なんか終わってる。そしてうつけにして、帰るやんか、アホみたいな顔して帰るやんか。お前何履いてんの。俺何履いてんのね。お前帰った後、俺なんか常に下で、ほんまありがとう。ありがとう。そしてさようなら。やがましい。テレビのエンディングの時など、浜田さんは必ずさようならと手を振ったりするのに、さようなら。松本さんは何も言わないのはなぜですか。どうなんでしょう。あなたよくどうなんでしょうよね。お前やん。あなたよく、いや、これはもう逆に俺から言わせてもらうよ。うん、テレビの番組で終わりにさようなら、ま、来週のこの時間までごきげんようとかやるやんか。うん、なんであんなんすんの。ファンが欲しいの。ええ人やって思われた。それ見て、ええ人やって思うか。閉められへんやんけ、最後さようならって言うとかんと。そうか。閉めの言葉もなしに番組ずっとこうやって終わるのか。振ってそんな、なんで媚びを売ろうとするの。媚び売ってないからさよなら言ってるだけよ。じゃあそんなんダメですよ。僕はそういう男ではないのですよ。せこうやって見た感じ全然せこうやって言うの。せこうやって僕はね、言うときますけども、気持ち気質わかんねえよ。性格的にはドーベルマンやからね。ドーベルマン根性やからね。たまーにするときあるやんね。ないですよ。いや、ありますよ。いや、俺今まで番組で一回もさよなら、あんねん、たまにさよならとは言えんけど、たまにこうやってるときある。あんねん、あんねん、あんねん、あんねん。あれはなんでっていうか、俺テレビ待ってたことない。嘘つけよ。知ってるやん。ああ、
たまーにするときは何か理由があんの。ないわ。ないわ。ないって俺はちゃうねん。あのな、なんて言ったらいいかな、僕は視聴者の皆さんとずっと一緒にいる。いや、そうお前が思ってるだけやろ。いや、見てる人は違うの。一回一回の別れなんて必要ございません。思ったこともございません。いや、そんなんどうでもええねん。え、たまにこうすんのはないんや。あ、それはある。あう、あ、大平さん。それは、あ、彼女と別れた時じゃないですかね。え？何？あ、さよならった。そうそうそう。あ、ここでやってんねん。まあまあ、それはあんたの勝手やからな。ええ、あ、そういう意味ですか。でもたまにあの女にね、うん、今度テレビ出たらこんなん言うてよって言われる時ないですか。ないですよ。あ、そうですか。お前あんのか。どんなこと言われんの。え、何や何。どんなこと言われる。名前呼んでとか言われる。ちょっと痛いなそれ。言えるわけないがな。そうそう、そんな言えるわけ。いや、やったことない。やったことない。あるか、この公共の電波を俺は個人的に使ったことは一回もない。なんかでもどっか触ったらとかそんなやってんちゃうかお前。どっか触ったらどういうことやねん。いや、こうやってよう触ってるけど今日行ってやるでとかって言われた。それそのまんまリボンつけてお前が。なんでやねん。絶対お前やん、そんな。アホか。お前そうやろ多分。いや、絶対お前。俺言われたことないって、そんな、うん、なんや言うてとか。いや、言われるんですよ、タレントって一回はそのぐらいのことは感じる。言われる。そうですか。今、ふんって言うたもん、合図かなんか。っていうのは。そうそう、今日の夜は行くでって。なんでやねん。お前、これ、S か M かって言ったらどっち。俺は S ですよ。 S っていうのはだから S はやる方やる方やる方、うん、どっち。え、 S な、 なんか自分こうグーってやられたらあーんとか思うんやろ。あー、まあね。え。いや、ほらあるで誰でも。俺分かれへんもん。グーってやられたら何しとんねんこれボケってなるから。あー、そんなことない、そんなことない。いや、ほんま俺ね、ちょっとだけね、こんなこと言うたらね誤解招くかもわからんけどね、ちょっと感情してほしい。いや、ちょっと待って、あのな、俺な、皆無。いやいやいや、ちょっと感情してほしい。喉チンコ見えてる。これはね、ほんま笑ってもらおうと思って言うてるんじゃないんですけど、俺は絶対ない。あのね、昔ね、俺病院行った時に、うんうん、ケツに思いっきり指入れられたんですよ。はいはいはい。日本。はい。ほいな、うん、俺足をガー上げられて、うん、ケツにガー指入れられた。もうめっちゃめちゃ嫌やねんで。うん、まあ痛いしね。めっちゃめちゃ恥ずかしいし、そんなもん絶対されたないよ、うん、されたないけどちょっとだけなんか笑ってたもん。殺されながら。いや、そんなには笑ってないねん。もう半笑いでもないねん。あのね。いや、違う違う、それはしめしめの顔やん。それなんか企んでる顔やん。いやいやいや、っていうのがちょっとあるんですよ、やっぱり誰でもね。いや、ない、それはない。わからんから。いや、わからん。あ、そう、うん、俺な、腹立つのな。そうや、俺最近な、携帯電話になしょっちゅういたずら電話してくるやつおんねや、うん、な、うん、メッセージ留守電にいっぱい入ってんねやんか、うん、あれメッセージ1回聞くのに携帯電話な100円かかんねん。ああ、はあ、1日10回やられたら1000円やねん。なるほどね。それずっとやられたらな、もうあかんねん。なんででも携帯なんかバレんの。それは俺がいろいろ教えてるからやろ。ほなええやんけ、しゃあないがな。そんなもん手当たり次第に教えるから。お前そんなことしてないわ。そうやけどお前教えたやつから絶対派生していってるわけやろ。ほな教えへんよ、めったに。そんなには教えへんがな。そんなには言うたって教えてんねやんけ。吉永さゆりだけやがな。お前アホか。どこに設定あるんだ。
そうやけども、うん、俺だってあの聞いたで、なんかどっかのモデルが、うん、どこのモデルやったかな、なんかスーパーモデル、うん、6億やって、あの年収がかあ、もう俺らなんか全然モテるわけよ。で6億、そうそう、だから俺らやっぱもっともらわなあかんて。あかんね、もっともらわなあかんよ。だからね、やっぱりね、ガキ買ってね、こんなもんね、タダで言えてる場合ちゃうんやて。というてね、そら入場料取んのはどうかと思うよ、ね、でもこう出てきた時にちょっとおひねり投げるぐらいのね。いやいやいや、それお前それ拾うか。いやいや、それはなんか、なんね、おひねりとか、そのなんていうん、カステラとかね。そのなんで甘いもん欲しいの。なんか怖いわ、そんな画像解放みたいなクッキーとかね。いや、いらんやろ。なんで欲しいねん。そんな見つけの大変やん。ゲンジパイとか掘ってこりゃ。なあ、こいつは何にも出せへんからな。確かに言えてるよ。喋ってる途中でタッと走ってこいよ、ここまで。おそんなんじゃお前おかしなやつ来る。あ、そうか。お前さやけど、俺に完全にターゲット絞ってて、包丁男がやな、うん、あー喋ってる時に向こうから包丁持って、松本気づいてない、松本気づいてない、 SOS 松本、松本気づいてない、オーバーの時お前どうすんの、助けるか。でも俺も危ないからな。そこがやっぱお前俺と違うとこやな。ちょっと待って、君はどうすんの。そりゃもう俺の得意のもう忍法ですよ。言い過ぎ。いつも持ってる煙幕を。何ボーンって。それお前が消えるだけちゃう。どんな人、こんな人来られたらどうすんだよお前。こうやって来られたらどうすんねん、出番持ってこうやって来られたら。松本さん、はい、言うてるわけに、はいってひるんやろ。はいってこいつってこう思ってる瞬間にパパラパン。お前誰やねん。